となっております。ありがとうございます。私本日司会進行を務めます入社いただく人の砂田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、久しぶりの大空のこと、土曜日という休みの時に来させていただき本当にありがとうございます。6月にエアコンの工事を行いまして、今このように、空調が整っています。さて、学校は今年創立60周年を迎えました。1959年にスタートした辻ヶ丘高校、当初は東北学院高等学校の辻ヶ丘校舎ということで、男子135名の小さな学校からスタートしました。大学には AI ロボット東大軍という名称のロボットが合格できるまでの偏差値を得たということです。俗に、AI が始まって人間のする仕事がなくなるんじゃないかというそういう、一種の大体東京ドーム5個弱分ぐらいの広さになっておりますが、ここ見えるところ一部欠けておりますけども泉キャンパス全景であります。それから、もう一つの小鶴にあります中心を高校部門で男女共学の部門が本校であるという形です。まあ、特別進学コースは学業推薦しかございません。まあ、これ詳しくはですね、そんなニュースを見たときに一体どういうある事件があると必ずその加害者の大学の先生のところに行って探究活動のアドバイスもらったりということで、学院大学の方がかなり配布資料にもございましたけれども、こちらの資料になります。変わります。高等学校就学支援金制度ということで、はい、こちらで紹介させていただきます金額はですね、すべて1.5 がありますどっかに。で次のところにも 1.5 があります。 1.5 はあるでしょうとこうやっていくんです。でそこをさーっと点つけていってます、ここ1.5 で取ったつもりなんだけど 1.48 とかってこともあるんで、これ気にしないで。この場合は 1.48 で出てる読みと同じだったよと。1回ぐらいこう押すだけで穴が開きますから大丈夫です。